こんばんは。ここからは明日6月26日日曜日の全国の天気をお伝えします。まずは本日いただいたウェザーリポートを見ていきましょう。福岡県福岡市の方からいただきました。こちらのリポート、西の空が明るくなってきましたといただいています。そして北海道室蘭市からは雨が止んでだんだんと、明るくなってきましたというようなコメントをいただいています。もう雨はいらないなというコメントもいただいていますね。北海道今日明日にかけて強まる雨に注意が必要となりそうです。こちら札幌からは虹の報告もいただきました。こちらの地域も天気が回復しているようですけれども、北海道明日お天気注意が必要となりそうです。強まる雨風引き続きお気をつけください。ではその明日の天気をここからは詳しく確認していきます。それでは天気アイコンで見ていきましょう。まず沖縄です。こちらは本降りの雨や雷雨に注意が必要です。その他九州から関東にかけては晴れて日差しが届くところが多くなります。山沿いでは天気の急変にご注意ください。久しぶりの晴れ間となるところも多いので洗濯を済ませるなど日差しを有効に使うのが良さそうです。一方で北日本、こちらは日本海側ほど雲が広がって雨の降りやすい天気です。北海道では風も強まり横殴りの雨に要注意です。体感的にも肌寒いので羽織るものを持ってお出かけください。明日の全国の天気をお伝えしました。今日も一日お疲れ様でした。明日も素敵な日曜日をお過ごしください。